エストニアはバイキングサリーとして建造され、シリア、スター、バーサキングと名称を変えたクルーズフェリー。1994年9月28日、スウェーデン、オーランド、フィンランド、エストニアにバルト海で沈没したが、この事故は平時において852人の犠牲者を出した20世紀最悪の海難事故の一つとして知られている。 西ドイツパーアッペンブルクのマイヤーベルフトに対して、ノルウェーの海運コンソーシアムが、ノルウェーとドイツを結ぶ航路への就航を図って、発注したものである。だが、この計画は建造の終盤において中止され、建造契約は、バイキングラインの共同事業主の一つである、レデリアブサリーに譲渡された。建造時点では、レデリアブスリーテが、同じく、 マイヤー・ベルフト造船所で1979年に発注していたディオーナ2の姉妹船として設計されていた。だが、レデリア・ブサリーは当初の137メートルから155メートルに船体を延長し、甲板上構造物をより大型のものに変更することとした。1970年代、マイヤー・ベルフトはバイキングラインを構成する各社の船を建造していた。 顕著な構造として、デ利用ナ2にも採用された、選手にランプウェイと跳ね上げ式のバウバイザーを組み込み、ランプウェイをランプドアとして、バウバイザーの内側に格納できる設計が挙げられる。バイキングサリーとして1980年6月29日に引き渡され、トゥルク・マリエハムン・ストックホルム間の航路に就航した。就航当時、この航路では最大の船であった。 バイキングライン時代には多くの船と同様にいくつかの軽微な事故を起こしており、1984年5月にはオーランド諸島での座礁事故を起こし、翌4月にはプロペラの不調が発生している。1985年には戦備のダックテール化を行っている。レデリアブサリーは1980年代に資金繰りが苦しくなっていたが、1987年に 競合相手であるシリアラインを運営するフィンランドのエホアとスウェーデンのジョンソンラインにバイキングサリーを売却した。これによりバイキングラインからの撤退が必要となったがレデリアブスリーテが3年間要戦することで運行が継続された。1990年に要戦契約が終了するとバイキングサリーはシリアラインの塗装に塗り替えてシリアスタート解明。 バイキングライン時代と同じトゥルク・マリエハムン・ストックホルム航路に就航した。これはヘルシンキ・ストックホルムの航路に投入する心臓船シリア・セレナーデの完成が11月にずれ込み、本来トゥルク航路に就航していたベラモをヘルシンキ航路に当てたことによるものであった。同年、エホア、ジョンソン・ライン、レデリア・ブサリーは F ジョンとして合併している。1991年春には エフジョンの別、ブランドバーサラインで運航された。船名をバーサキングと改め、バーサ梅をスンツバル航路に就航した。高天下でバーサを出航する船としては、バーサキングは最良の船であると考えられていたとする報告が残されている。1993年1月、エフジョンがバーサラインをシリアラインに合併する決定を行った。バーサキングは、 ノードストレムスーリンに売却され、エストラインによってエストニアの鮮明でタリン・ストックホルム間の航路に使用されることになった。所有権については複雑な状態にあり、ノードストレムスーリンは融資を受けてエストニアを取得しており、実際に購入したのは同社であるが、陶器上はキプロスのニコシアに陶器があるエストラインマリーンとなっていた。エストラインマリーンは エストニアの良い倫理に要戦し、さらにエストラインにまたがしする形をとっていた。結果、戦績はキプロスとエストニアの両国に置かれていた。エストニアはソビート連邦の崩壊によって独立を回復したエストニアにとって最大の船であり、独立の象徴となっていた。転覆しているエストニアの折りたたみ式救命以下だ。 1994年9月27日19時、エストニアはタリンを出港し、28日9時30分儀の予定でストックホルムへ向かった。その途上、1994年9月28日0時55分から1時50分にかけて航路上のバルト海でエストニアは沈没した。乗客803人、乗員186人の989人が乗船していた。 乗客の大半はスカンジナビア半島諸国民であり、乗員のほとんどはエストニア人であった。数人のエストニア系スウェーデン人は50年ぶりに脱出した祖国を訪れた人々であった。貨物は満載状態であり、配置は均一ではなく右舷側に寄っていたことから、港ではわずかに傾いていた。ジェイクの最終報告書によれば、 当時の風速は15から20メートル毎秒、ビューフォート風力階級で7から8に相当、波高4から6メートルであった。シリアヨーロッパの船長で、救難活動の現場指揮官となったエサマケラは、この状況を通常の好転と評した。秋のバルト海では典型的な嵐であり、すべての定期旅客船は海上にあった。当時のエストニアの速力は、 記録に残っていないが、通常の高校速度であれば、16から17ノットであり、速力低下をもたらすような状況ではなかった。バイキングラインのクルーズフェリーマリエラは、レーダーでエストニアを追尾していたが、一等航開士によれば、最初に遭難信号が発信されるまでの平均速力は14ノットであったとしており、シリアヨーロッパと比較すると、速力15ノットと推定され、 エストニアの二等航海士は14から15ノットであったと推定しており、三等機関士は15ノットを示していたと証言している。最初の兆候は、トゥルク諸島近海を航行中の1時頃に発生したバウバイザーに大波が衝突したことによる大きな金属音であった。二等航海士がチェックを指示したが、船員は、 状態表示等の点灯を確認したに止まり、バウバイザーランプウェイの双方の表示は正常を示していた。この時点で、バウバイザーには異常が生じており、ランプドアに生じた隙間から海水の流入が始まっていたことが、機関室から確認されているが、船橋に報告は届かなかった。続く10分間で、乗員。 乗客が同様の音を聞いたことが報告されており、再チェックを試みている。1時15分、バウバイザーが脱落。連動して、ランプドアが開き車両甲板に海水が急激に流入、船体は右に大きく傾いた。当初15度、五分で30度を超え、1時30分には横転した。この間、減速思考へ向かって回答したが、4機のエンジンは、 ほどなく停止した。1時20分頃、エストニア語で船内に一般警報が流され、ついで乗員に対しての警報、さらに1分後には対戦警報が続いた。海水の流入と船体の傾斜が速やかに進行したことにより多くの乗客は救命ボートのあるデッキまでたどり着くことはできなかった。メーデーが1時22分に発信されたが、通常の形式ではなかった。 北東を航行していたマリエラがこれに応答し、シリアシンフォニーでも受信した記録が残されている。ついで1時24分には2回目の発信を行い、これはトゥルクの救難調整所を含む14カ所の地上の無線局で受信された。合わせて周辺を航行している船舶との交信を試み、1時24分にはシリアヨーロッパとの交信に成功した。により、 危機的状況を知らせることはできたが、エストニアでは停電が発生しており、即座に時線の位置を知らせることができず、これにより数分の遅れが発生した。1時50分、周辺の船舶のレーダーから船影が消え、宇都島の沖157度方向、水深74から85メートルの北緯59度22分9秒、統計21度40分0秒。 五十59.36917度統計21.66667度59.3691721.66667で沈没した。救難活動は1979年の海上捜索救助に関する国際条約に基づき、自己海域に最も近いトゥルクの救難調整所がフィンランドの計画に従って調整を行った。バルト海は世界で 最も混雑した海域であり、常に2000隻以上の船が航行していることから、遭難船の救命艇と近隣の船舶が第一に対応し、1時間後にヘリコプターによる救難活動を可能とする計画であった。この計画は、ほとんどの船では乗船者が少ないことから、比較的少数の実例では機能しているものであった。1時50分、トゥルクの救難調整所が、 ヘルシンキの無線局経由で受け取った更新内容はメーデーよりも緊急性に劣るパンマイナスパンであった。全面的な緊急事態宣言が行われたのは2時30分であった。船舶による活動最終的には29隻の船舶が救難活動に加わった。2時12分最初にマリエ・ラが現場海域に到着した。マリエ・ラは 救命イカダを海面に下ろし、エストニアの救命イカダに乗っていた13人を乗り移らせるとともに、2人を救助した。3時5分以降に到着した、スウェーデン、フィンランド両国のヘリコプターに、他の救命イカダの位置を伝達した。最終的には、OHV g 機から移乗した救助者を含む25人が、マリエラにより、ストックホルムへ到着した。シリアヨーロッパは、 エストニアと更新を行った船であり2時5分に、トゥルクから現場指揮を委ねられたが、海面を捜索しながら進行したため、到着は2時30分となった。救命イカダは海兵システムの故障により、機能しなかったが、原則に降ろした縄橋号を使用して一人が自力で到達している。単独での救助実績は上げられなかったが、通信、完成要因を受け入れ、 救難活動の司令塔として行動した。民間船としては、最後となる18時32分まで現場海域に留まったシリアヨーロッパは、OHVD 機からの5人を含む6人の救助者と救難活動で負傷したスウェーデン人1人を乗せ、ストックホルムへ到着した。2時40分、シリアシンフォーニーが到着。ウィンチを使用して救命いかだを海面付近で待機させ、 緊急脱出スライドも展開して機械に備えたが、実ることはなかった。OHVG 機から20人と、遺体一体を受け取り、ヘルシンキへ到着した。2時52分にサベッラが到着。救命イカだと緊急脱出スライドを展開して17人を救助し、停滞温症でハンコへ送られた1人を除く16人を乗せて、ヘルシンキへ到着した。 3時20分にフィンジェットが到着した。脱出者が乗り込んだ救命いかだ3枚を発見したが、波浪により積載した貨物、車両が偏って傾斜が発生し、離脱した。3時25分に到着したローロー、フェリーフィンマーチャントは、友人の救命いかだを発見した者の,の運動性に欠けていた。そこで沿岸警備隊のトゥルサスと共同で対処に当たった。 フィンマーチャントが海面を照らし、トゥルサスが確認へ向かう方法で捜索した。捜索が縮小される18時32分まで現場海域に留まった一石であったが、遺体を発見した者の,の生存者を救助することはできなかった。4時30分に到着したフィンハンザもまた18時32分まで捜索を継続した一石である。直接救助することはなかったが、 生存者のいる救命イカダを発見し、ヘリコプターによる救助に貢献した。貨物船ミニスターは4時30分に現場に到着。ヘリコプターに救命イカダ上の生存者を知らせ、一人の救助につながった。フィンランド国境警備隊の巡視船トゥルサスは5時に到着。一人を救助した。捜索縮小後の18時50分に調整を命じられ。 一旦ハンコに救出者を届けた後捜索に復帰。10月3日まで活動を継続し、いくつかの遺体を回収した。航空機による活動フィンランド国境警備隊の AS332、OHVG 機スウェーデン14機、フィンランド8機、デンマーク2機、エストニア及びロシア各1機の26機のヘリコプターが捜索に当たり、広報支援として5機が輸送に用いられた。 このほか、4機の固定翼機が捜索に投入されている。着船の危険性を考慮して、トゥルクからの指示は、ヘリコプターは救出した人々を医療施設のあるうと、等に送ることを、第一とした。一方、フィンランドの a s 3 3 2乗、HVG 機と AAA、b 4 1 2 o HVD 機は、危険性が高い船上への降下を選択し、救出作業を行った。 OHVG のパイロットは後に夜間の着戦は救出作戦において最も困難な作業であったと述べている。その結果、OHVG 機はマリエ・ラとシリア・シンフォーニーに収容した27人を含む44人を、OHVD 機はシリア・ヨーロッパに収容した5人を含む7人を救出することができた。スウェーデン空軍の AS332 は、 9 9 7機が15人、9 9 9機が9人を救助したが、9 9 1機は6人を救助したものの故障が発生し活動中し、スウェーデン海軍の V-107 は Y65 機が機材故障で1人の救助に止まり、実績を上げられなかったなどのトラブルも発生した。デンマーク、エストニア、ロシアの機体は捜索に携わったが、生存者、 遺体の回収実績はなかった。エストニアのミマイナスには、翌日も捜索に当たったが、結果は同様であった。固定翼機の活動は捜索と無線の中継であった。フィンランド国境警備隊のバイパーナバホー、PRB 機は、10月4日まで捜索を続行した。結果乗員乗客989人中、犠牲者は852人。 137人が生存し、行方不明者が757人、94人の遺体が回収され、救助後に病院で1人が死亡した。船舶による直接の救助者は34人、ヘリコプターによる救助者が104人である。船内から外部へ面した看板まで脱出できたのは300人ほどであり、そのうち救助されたのは半分以下の138人で、 多くの犠牲者は、船内から脱出できなかった。生き延びた人々は、眼見な若者、男性が多かった。55歳以上は7人、15歳以下は1人であり、男性は504人中111人が一名を取り留めたのに対し、女性は485人中26人であった。犠牲者の国籍別内訳は、スウェーデン501人、エストニア285人、 ラトビア17人、ロシア11人、フィンランド10人、ノルウェー6人、ドイツ、デンマーク各5人、リトアニア3人、モロッコ2人、イギリス、ウクライナ、オランダ、カナダ、ナイジェリア、フランス、ベラルーシ各1人であり、死因は、歴史、低体温症、心臓病であった。一帯は十三人は六日以内に回収され、十三日ごと一年半後に一人ずつ。 発見されている。犠牲者の中には、エストニアのカシュウルマスアレンダーが含まれている。タイムライン沈船の調査と映像記録の採取は、遠隔操作無人探査機と、ノルウェーのロックウォーター車により行われた。公式報告書によれば、バウバイザーの固定部、ヒンジ部が波に講しレれず脱落し、格納されていたランプウェイが開いたとしている。船橋からは、 バウバイザー及びランプウェイが運用時に開放状態であったり、ロック解除状態であることを示す、表示灯が備えられていた。また、バウバイザーは船橋からは視覚となっており、モニタによりランプウェイ内部を監視していたが、モニタは海図室手前に位置し、操舵を指揮する位置からは確認できなかった。バウバイザーは沿岸部を航行する本来の運用状況に合わせて、 設計されており、張り出し角度は衝撃を狭い面積に集中させる形状となっていた。最初の金属音は、バウバイザーの下部のロックが破損した音として、続く音は、バウバイザーが動いたことで、他の部分が破損した音であると推定される。ランプウェイが開いたことで、海水が車両甲板に流入、これによる傾斜が転覆、沈没の主因となった。 金属音が聞こえた時点で調査前に減速しなかったこと、海水の流入による船体の傾斜に気を配らなかったことが上院のミスとして扱われている。加えて、警報の遅れ、避難誘導の欠如も批判されている。この調査結果には批判が向けられ、造船所主導によるものを含む反論がなされた。スウェーデン政府は2006年に外部機関に再調査を依頼しているが、 これもまた決定的なものとはならず、反論がなされている。エストニアの沈没は、船舶の安全基準と救命イカダの設計に大きな影響を与えている。1999年には、すべての旅客船乗り組員に対して、群衆管理、危機管理と人間行動訓練は求められるようになり、当直基準も改正された。遭難信号といいハブの軌道が主導であり、 起動しなかった。このことから自動式となり船が沈んだ事実と位置が速やかに明らかとなることとなった。また公開データ記録装置の義務化も行われた。国際海事機関は会場における人命の安全のための国際条約の改正により救命以下だ、救命艇の新たな規制を設けた。最低一隻は荒れた海でも 運用可能な高速救命艇であることを求めている。130メートル以上のローロー客船へのヘリコプター甲板の装備が義務化された。ローロー客船以外への義務化も検討されたが、これは実現しなかった。ローロー客船への復元性に対する要求も引き上げられた。この規制は、ストックホルムアグリーメントとして、バルト海を含む北ヨーロッパでは、さらに要求が厳しくなり、 車両甲板への50センチメートルの浸水に耐えることが求められることになっている。バウバイザーを持つ船舶に対して、ラッチとヒンジの状態確認用センサーを分離する改装を推奨されている。エストニアの沈没については陰謀論が存在している。イギリスのサハ系週刊誌ニューステイツマンによれば、ドイツのジャーナリストユッタラーベが主張するところでは、違法に入手した。 エストニアの選手部分の破片を研究所で検査したところ爆発の痕跡があったとしており、バルト海沿岸諸国とイギリスによるエストニアの沈船調査を拒否する合意は、諜報活動としてロシアの軍事物資を民間のフェリーを使用して密輸したことを隠蔽するものであると疑惑を向けている。ジェイクの一員はこれを否定しており、 破片に残された損傷はバウバイザーの脱落によるものであるとした。ジェイクはドイツ連邦材料試験研究所の調査結果を引用し、言ったラーベの資料は爆発を証明するものではないとした。この陰謀論の背景には2004年11月のスウェーデンテレビの報道から始まった調査が存在している。スウェーデンの元税関職員が エストニアは1994年9月に軍需物資の輸送に用いられていたと主張した。スウェーデンとエストニアの両政府はこれを受けて調査を開始し、1994年9月14日から20日にかけて爆発物ではないものの軍需物資が積載されたことを確認した。スウェーデンの国防省によれば沈没当日には積み込まれておらず、スウェーデン税関による事前検査でも、 当日に異常な活動は報告されていなかった。沈没事故の処理が一段落すると、犠牲者の関係者は遺体を回収して埋葬することを求めるようになった。同時に船体を扶養し、事故の詳細を明らかとすることも求められた。技術的な困難さと海底から腐敗した遺体を回収することの倫理的問題点が指摘され、加えて、 サルベージ作業による財政的な負担も懸念された。スウェーデン政府は沈没地点をコンクリートで覆い埋葬する案を提案した。その準備段階として数千トンのつぶてが現場海域に沈められた。スウェーデン、フィンランド、エストニア、ラトビア、ポーランド、デンマーク、ロシア、イギリスによってなされた1995年のエストニア合意は 自己地点を正域化し各国民が沈船に接近することを禁ずるものであった。これは合意に参加しなかった国を拘束できるものではなかったがスウェーデン海軍は少なくとも2回の不法な潜水調査を明らかにしている。現場海域はフィンランド海軍によってレーダーを用いて監視されている。2006年5月8日にはエストニアとスウェーデンの犠牲者の関係者が 強引に参加した各国へ潜水禁止の停止を請願した。これは新たな証拠を求めて調査する目的であるとするものであり、同時に独立した専門家による透明性のある調査も求めていた。2020年9月に公開されたドキュメンタリー番組で事故の公式見解を覆す新たな証拠が示された。エストニア、The Find That Changes Everything の 制作チームが遠隔操作の潜水艇を用い、船体に新たに4メートルもの穴があるのを発見したという。外側から強い力が加わらない限りこのような損傷は生じないため、事故当日に何が起こったのか謎が深まった。フィンランドのウト島周辺海域は墓所に指定されているため、沈没船の残骸を探すことは禁じられている。 よって2019年9月の調査後、ドキュメンタリーを制作したヘンリック・エバートソン監督と撮影スタッフ1名は逮捕された。この発見に対しエストニア、スウェーデン、フィンランドの外相は新たな情報の調査をするとの共同声明を出した。エストニア時代のデッキプランバーサキング時代には、船室はスイート1室、デラックス12室、スタンダード外側138室、 内側355室となっていた。エストニアの沈没はドキュメンタリーとして数多く取り上げられているほか創作にも反映されている。当時のバイキングラインは企業ではなく複数社によるコンソーシアムであった。なお他のバイキングラインの共同事業主である SF ラインも興味を示していた。バイキングラインの共同事業主でもある。1982年の夏季は ナーンパリ・マリエハムンカ・ペルシャーという航路であった。バイキングラインの紹介では、この他に、ストックホルム・ヘルシンキ航路が挙げられている。船尾に、緩やかな傾斜をつける海層。タリンに本社を置くノードストレムスーリンと、エストニアンシッピングカンパニーの子会社。なお、記録上バルト海の最大波高は7.7メートルで、ある緊急事態が発生したことを知らせる警報。 ゼネラルアラーム。対戦警報とされることもあるが、救命ボートへの異常警報が別途行われたため、これに対戦警報を当て、ここでは一般警報とする。メーデーは3回繰り返すところを2回であった。1時22分のメーデーにマリエッダが応答したが、エストニアからの反応はなかった。シリアヨーロッパとの交信は当初のものを除き、フィンランド語で行われた。 マリエラは、エストニアからの応答が得られなかった後、1時42分にヘルシンキの無線局と更新している。当時の水温は10摂氏11度。ローロー線が有する広い車両甲板は、水が流れ込むと、重心の変化と自由表面効果によって、転覆の危険をもたらす。スウェーデン、ロシア、フィンランド、ラトビア、デンマーク、エストニア、 チャプター11.3ザジアナ2インシデントオリジナルの2007年3月21日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 3 1 8 0 7 4 9 2 0 h t t p w w w o n n e t o m u s t u t k e f i e s t o n i a c h a p t 1 1 h t m l 3 2 0 1 4年4 かつ26日、閲覧。チャプター2.2アンダーエストニアンフラッグ。オリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 3 1 8 7 4 8 5 9 h t t p w w w o n n e t o m u s t u t k i n t f i e s t o n i a c h a p t 0 2 h t m l に2014年4月28日 閲覧。ABC Chapter 7.6 The Human Outcome オリジナルの2007年3月21日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 7 0 3 2 1 1 6 5 6 1 7 h t t p w w w n n e t o m u s u t k i n t a f i e s t o n i a c h a p t 0 7 2 h t m l 1 2 0 1 4年4月24日 閲覧。AB Chapter 5.4ミィラロジェクル・コンディションズオリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 3 1 8 0 7 4 8 3 8 h t t p w w w o n n e t o m u s u t k i n t a f i e s t o n i a c h a p t 0 5 h t m l 4 2 0 1 4年4月24日 閲覧。チャプター5.5スピード。オリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/20070318074838/http://www.onnet.omus.utkint.fi/.estonia/.capt05.html52014 w e b h 年4月24日 閲覧。AB Chapter 1 The Accident オリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 3 1 8 0 7 4 8 2 8 h t t p w w w o n n e t c o m u s t u t k i n f i e s t o n i a c h a p t 1 h t m l 2 0 1 4年4月23日閲覧 ABCDF e Chapter 7.1サマリー・オブ・ザ・オペレーションオリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 3 1 8 0 7 5 0 0 1 h t t p w w w o n e t t o m u u s t u t k i n t a f i e s t o n i a c h a p t 0 7 1 h t m l 2 0 1 4年4月24日 結論。チャプター17.1イントロダクションオリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w a v e a r c h i v e o r g w a v e 2 0 0 7 0 3 1 8 0 2 2 6 0 8 h t t p w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  n n e t t o m u u s t u t k i n t a f i e s t o n i a ュ c a p t 1 7 1 h t m l 2 0 1 4年7月24日 閲覧。ABCDF e チャプター7.4イニシエーション・オブ・レスキュー・アクションスオリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20070318075001/http://www.nnet.omus.utkint.fi/.estonia/.capt071html42014 年4月24日 閲覧。ABCDEFGHIJ Chapter 7.5 The Rescue Operation オリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 3 1 8 0 7 5 0 0 1 h t t p w w w o n e t o m u s u t k i n t f i e s t o n i a c a p t 0 7 1 h t m l 5 2 0 1 4年4月24日 閲覧。ABCD チャプター e r 7.5四ゼネラルカンジダーシャンズヘリコプターズオリジナルの2007年3月21日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 3 2 1 1 6 5 6 1 7 h t t p w w w o n n e t t o m u u s t u t k i n t a f i e s t o n i a c h a p t 0 7 2 html2014 年4月24日 閲覧。AB チャプター e r 7.5ロアクションテークンバイフィックスとウイングエアクラフトオリジナルの2007年3月21日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20070321165617/http://www.nnet.omus.ut.kint.afi/.estonia/.capt.nat.html2014 o t t h 年4月24日 閲覧。チャプター17.6アクションアットザアクシデントサイト。オリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w a v a r c h i v e o r g w a v 2 0 0 7 0 3 1 8 0 2 2 6 0 8 h t t p w w w n n e t t o m u u s t u t k i n t a f i ニ s t o n i a c a p t 1 7 1 HTML62014 年4月24日、閲覧。AB Chapter 20 Findings オリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20070318022602/http://www.onnet.omus.utkint.exe/estonia/.chapt20.html2014 t, org ht t p k ht 年4月26日,日閲覧 チャプター16.7ザリミッツフォーエバュエーションザアウトカムオリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/20070318074930/http://www.onnet.comustut.fi/.estonia/.chapt16:. w e b と html72014 年4月24日閲覧チャプター7.3ザマリタイムラジオディストレスセーフティシステムズザディストレストラフィックオリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 3 1 8 0 7 5 0 0 1 h t t p w w w o n e t t o m u u s t u t k i n d a f i e s t o n i a c h a p t 0 7 1 h t m l 3 2 0 1 4年4月24日 閲覧。コンディションサーベイオブザベッセルエストニア4ザスウェディッシュナショナルマリタイムアドミニストレーションサーベイレポート6ウォーター A s オリジナルの2012年2月24日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/wave/201202414418/http:/www.nnetto-muustutkinta.fi/uploats/ukidsp8j4.p BF2014 年4月26日閲覧チャプター13.5フェイラーシークエンスオブバウバイザーランプオリジナルの2007年3月20日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 3 2 0 1 7 3 1 0 6 h t t p w w w o n n e t o n t o n u u s t u t k i n t a f i e s t o n i a c a p t 1 3 2 h t m l 3 2 0 1 4年4月26日、閲覧。 チャプター3.27ブリッジレイアウトフィギュア3.4はアロクサモットフィールドオブビジョンフロムザブリッジオリジナルの2007年4月15日時点におけるアーカイブ h t t p s w a v a r c h i v e o r g w a v 2 0 0 7 0 4 1 5 2 3 1 6 4 3 h t t p w w w n n e t o m u u s t u t k i n d a f i ニ s ス o n i a c h a p t 0 3 1 h t m l に2014年4月23日 閲覧。チャプター13.4にアドバンス、インディケーションズアラームズフロムザバウエリア、オリジナルの2007年3月20日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20070320173106/http:/www.onnet.onnet.onuust.kint.afi/estonia//capt.132html に2014年4月26日閲覧 チャプター22レッキメンデシャンズオリジナルの2007年3月18日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 3 1 8 0 7 4 7 5 7 h t t p w w w o n n e t o n t o n u u s t u t k i n t a f i e s t o n i a c h a p t 2 2 h t m l 2 0 1 4年4月24日閲覧 A.B. チャプターサンザベッセルオリジナルの2007年3月19日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20070319074204/http://www.onet.omus.utkint.fi/.estonia/.capt031html2014 年4月28日 結論、エストニア語沈没事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。